まあ、当時その留学流行っていたといいますか、まあ、今もそうですけど当時はね本当にあの円高で留学ブーム的な、時代だったことは確かなんですよ。だからたくさん留学を簡単にしていたんです、みんな気軽に。ということで気軽に行けたんですよ。僕も気軽にちゃんと後先考えずに、ただアメリカに来て何を していくんだろうっていう、その全く分かんなかったんですよ。英語を勉強するって、英語を勉強するのは当たり前じゃないですか。こっちに来て生活するわけですから英語を勉強することで勉強にならないんで、それはもう本当必然的に必要だったことなので勉強しましたけども、じゃあ自分は将来どういうことをしていきたいんだっていうことですごく悩みますよね。本当僕の場合はその行き当たりばったりで、その僕が絵をやろうと思ったきっかけも、最初その英語を勉強しているときに英語ができない生徒が取れるクラスっていうのが、英語のクラス以外に絵のクラスとか音楽のクラスとかしかなかったんですね。そこで僕は単位取りのために絵のクラスを取って、まあ、そこで絵にはまってしまった。もっと言ってしまえばクラスの半分以上おじいちゃんおばあちゃんで、ものすごい褒めるんですよね。その、まあ、君は才能あるねみたいな。それで調子に乗って、あ、才能あるんだったら美大行こうかなみたいな感じで絵の道に進んでいったっていうのがきっかけなんですよね。まあ、僕はその今のピクサーの、まあ、社長のエド・キャメルっていう、まあ、人間がいるんですけども、まあ、彼と1対1でそのメンターシップっていうのを今年8ヶ月やらせていただいて、で彼が一番言っていたのが、成功からね得られるものはほとんどゼロだと。そのピクサーのね歴史の中でも成功から得られたことはほとんどない、でも失敗から学べることっていうのはものすごいたくさんだから、失敗をしなさいとっていうのはすごく彼は言ってるんですね。でコミュニケーションはそういうことじゃないですか、やっぱり。だから英語だとかじゃなくて、とにかくコミュニケーションを取るためにはまず失敗を、まあ、本当根底の話になっちゃいますけど、やっぱ失敗をするってことがどれだけ重要か、そこから直していかないと、いかに街をきれいにしたりとか、いかにその街を安全にするだとか、そういうことじゃないと思うんですよね。まず来ちゃいなさいと、好きなことがあるならそれに突っ走りなさい。そのためにピクサーに入るための勉強なんかないんですよ。だってそのためにまず人生経験だとか、もう全てを経験しなさい。だからアメリカに来たんやったらもう来ちゃいなさい。アメリカに行くためにまず日本の短大で英語勉強しようと思いますなんかいう、そんなことしなくていいですよって。そういう、もうとにかく行動に移す。準備なんかいらないんで、